アメリカ行って強くなんだったらみんな行ってるよみたいな、言ってる、自分のステータスを確認することって結構大事だなと思います。池田選手、ハワイに行ってましたよね。アメリカ帰りだと思うんですけど、うんうん、どうですかその成長。アメリカ行って強くなったら、これ誰かの論争にもありましたね。ありました。アメリカ行って強くなんだったらみんな行ってるよみたいな、言ってました、ありましたよね。でもどうなんですか、その海外で練習したりとかして。僕は海外に行くことによって、技術ももちろんなんですけど、自分の立ち位置を確認することです。例えばその自分と同じようなその USC 出たりとか、ただどこかの団体のワンのチャンピオン選手とスパーリングをして、自分が今どれぐらいの立ち位置なのか、自分がどれぐらいなのか、何が負けて何が勝ってるのかっていう確認作業をすることって結構重要 でダメなところだけじゃないんですよ。もちろんやられちゃうこともたくさんあると思うんですけど、いいところっていうか勝負できるところもあるんで、そこをうまく活かしつつダメなところを少しずつ修正してって、でまた来年とかに行ってチャレンジしてどれぐらい差が詰まってるかっていう確認作業をすることって結構重要なんで、自分が決めたところを定期的に行って自分のステータスを確認することって結構大事だなと思います。じゃあ武田選手どこまで変化してるか、ベニーケース選手にどれぐらい対応できるかですか。はい。